テレビが絶対に戻しない真実第3弾、元厚労省対談と裏側の事情。どうもこんにちは、ダニエルです。はい、ということで、元厚労省のですね、中村さん、異井議官の元キャリア官僚の方ですね、 ととコロナ系に関ししててででですすすね対談をしていまま今日本まで、えー、言ったんですけどもちょっとその裏側と、あとですね、第3弾をですね、明日公開するので、その事前情報っていうところをですね、ちょっと今日解説していきたいと思います。で、このですね、コロナと、まあ、ワクチンとかコロナとですね、いろんなその PCR とかそういったところをですね、元厚労省のですね、医系議官の方にですね、いろいろもう根掘り葉掘りですね、闇の裏側みたいなところをですね、聞いてるんですけども、この動画を公開してから結構 結構異例のこととが起きましたとで何が起きたかっていうとまずですねダニエル社長っていう、まあ、YouTube 上でダニエル社長って調べるとですねもう僕のこのアカウント名自体全体がもうコロナの情報としてマークされてるんですよねこの,あのダニエル社長の下の方に COVID-19 みたいなあの青い枠出てるじゃないですかこれって他のチャンネルで絶対出ないんですよそもそもの検索結果で出ないんですけどもダニエル社長自体がもうコロナに関する情報は 慎重になってくださいね、ここ見てくださいねみたいな YouTube 側がもう判定をアカウントとしてするように、なんか最近、まあ、この動画をアップしてからなりました。で、例えばじゃあ、他のワクチンとかコロナ禍、コビナビとかあの検索したとしても、この青い枠出ないんですけども、なぜかですね、僕のこのアカウント名だけで検索すると、 このですね、あの、マークというか、そういうのが出るようになりましたと。はい。なので、結構ですね、いろいろですね、慎重に、この動画とか、いろんなところカットしたりとか、テロップ入れたり入れなかったりとかやってるんですけども、ちょっと流入源とか、まあ、すぐに広告ストップすると、結構コロ,コロナ系あるんですよね。そういうのが見えたら、まあ、すぐ消す予定です、ここら辺の動画は。で、明日ですね、ついに中村さんとの、元厚労省中村さんとの対談、第3本目っていうところで、コロナとお金とか、あと w、w WHO と日本政府と尾身さんとの関係とか、そういったところですね、結構あの聞きました。これ本当に中の,あの厚労省のキャリア官僚じゃないと知らないなみたいな、そのなんで尾身さんが今の位置にいるのかみたいな、そういうとこ含めて、あとお金とか、そこら辺の内容を聞きました。なので、明日、対談でアップ予定の動画に関しては、国と予算とか、厚労省の予算どうやって決まってるのかとか、ワクチンとお金とか、あとはですね、今、尾身さんと WHO、日本政府の関係。 えっていうところですね、ちょっとですね、送っていく予定です。で、まあ、尾さんって、まあ、WHO のなんか支部かなんかのところに貢献になったときに、日本政府から結構サポートを受けていたみたいな、そういったところのですね、話とかもあるので、かなり面白いかなと思います。なので、明日ですね、4月23のえ土曜日、5時公開予定なので、ぜひですね、これ、チェックしといてみてください。で、動画を見る前の前提条件ですね、こういうコロナ系で、初めてこのチャンネル知ってみ きましたみたみいな方もでですすねね結構数万人ぐらいいるんですよ、ね、なので、前提のコロナとお金ってそもそも何なのという前提条件がないと、明日の動画わかんないと思うので、ちょっと改めて整理したいと思います。で、これがですね、実際に2020年、単年度ですね、単年度の予算でコロナに使ったお金ですね、コロナ予算は全体で単年度だけで約77兆円ありますと。すごいですね。 77兆円って考えられますかね、もう現実的じゃないですよね、これはどのぐらいの額かっていうと、東日本大震災の復興予算32兆円、これ10年かかって使ったものの2倍以上っていうところですね、で、これがですね、コロナ予算っていうのは国民1人当たりに換算すると61万円程度と。 で実際にですね、じゃあこの77兆円、どういう企業とか、どういうところに流れてるのっていうのが、内閣府の行政事業レビューシートっていうのにですね、結構1万ページぐらいあるところに書かれてるんですよね。ここの企業に使いましたとか、電通に使いましたとか。 で、まあ、いろんなことに使いました、マスクの配布とか、もう結構破棄しちゃったマスクがあったりとか、接触確認アプリ、ちょっと不具合がめちゃめちゃ発生してた接触確認アプリとか、あとは PCR 検査とかワクチンとか、えー、そういうのにいろいろ使われていますと。 で、例えばですね、このお金回りで言うと、もう自治体、各地方自治体とかにガンガン配られてるんですよね、えー、数百億円から数億円っていうところで、もう本当に徳島県のコロナの感染者、まあ陽性者が0人とかの村にも3億円とか4億円ぐらい配られてたりとか、あとはですね、もう そのコロナの交付金を使って、ですねもう山奥のもう集落4人の山あいにもインターネットを引いちゃうとか、結構、ですねこの予算の使い方どうなのみたいなところが、このですね1、2年で行われていますと。あとはですね 直近でですね、結構経営者の方とかあの、記憶に新しいかと思うんですけども、持続化給付金業務、お金を配るっていうだけの業務に769億円で、それが、えー、経産省からサービスデザイン室、電通とか、電通の、えー、子会社、グループ会社関連にどん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 横流しで流れていったりとか、そんなことにも使われてたりしますと。で、これ、ワクチンに関してはですね、ワクチンの接種だけでも、単年度で約7000億円ちょっと、まあ、8000億円 弱ぐらいいが使われているっていうところですね、はいでえー、このワクチンの接種に関しては各病院とか医者に対してです、ね、もう接種回数かける何千円とか1日10万円プラスオンとか時間外休日だとプラスオンみたいなのがですね結構ガンガンに使われているというような状況ですとで医者のやることといったらですね大丈夫ですかって問診するみたいなそん,そんなぐらいですよで1日まあ10万円から30万円ぐらいのバイトで 結構ですね、勤務医にとっては、かなりワクチンバブルでウハウハみたいな、そういったものがここ1年あったりしますと、例えば3人の医者がですね休日の1日接種っていうのをやった場合に、接種1日、これですね、もろもろ難しいところですね、抜かして、1日の1回の接種、コスト最大で7200円もらえるんですね、プッシュで7200円もらえますと。 で、3人でやったときに、1日324万円ぐらいの売り上げなんですよね。で、これ、原価かかってないビジネスなので、まあ、3名で回すと、1日324万円ぐらい利益が出るような、そんな感じのですね、こう、ジャブジャブの財源みたいなところもあったりしますと。で、こういう、じゃあ予算とかどうやって決まってんのとかをですね、明日の公開予定の中村さんとの対談とかでも、ちょっと聞いてます。ここまで詳しくはないですけれども、ざっくりどんぐらいなんでしょう。どういう予算の決め方がされてんのかみたいなところですね。 聞いてたりしますとでここが重要なところなんですけどもまあそもそもコロナもうこ,この動画とか中村さん対談で初めて来ましたっていう方にとってはですねコロナってどうなのかっていうもうメディアとかテレビだけの印象とかないと思うんですけども実際にコロナってじゃあどれぐらい怖いのかまあ 一つはですね、死亡者っていうところで見てあげると、例えばですね、年間でガンは37万人の方が亡くなってますと。心疾患で20万人ぐらい。で、下の方行って、餅など食べ物の窒息で8000人ちょっと。で、新型コロナウイルスでも8000人ちょっとっていうところなんですね。なので、これだけ77兆円のお金を使って、めちゃめちゃ騒ぎまくってっていう必要はあるのか。まあもちろんですね、ある程度の予算っていうのは必要かもしれないんですけども、これだけ世の中で騒いで、かつ77兆円も使って、 やる必要があるのかっていうのは、ですねかなりあの検討し直さないといけないと思うんですねなぜかとというと例えばですね。 これコロナとですね、がんで言うと約44倍ぐらいの差がありますと、死亡者に。で、じゃあ実際にじがんの対策費とかを見てみるとですね、これはちょっとですね、数年前の予算なんですけれども、37万人毎年死亡しているがんの予算の2000倍今回のコロナで使われてるんですね。44倍もがんの方が死亡者が多いですと。ただ、えー、 コロナ、えー、要するにですね44分の1の死亡者のコロナに対して約2000倍、がんの予算の2000倍が使われているというところですね。がんの対策費で358億円、えー、コロナの関連費の予算でですね単年度77兆円というところなので、かなりの額が動いているというところですね。こういうお金回りもちょっとですねどういう感じになっているのかというのをですね明日、えー、15時公開というところでアップしたいと思います。で今回の、えー中村さん 対対シリーズでで YouTube 策用に編集でカットした部分っていうのが結構あるんですよねっていうのも今までで動画が削除されてたりとかちょっとペナルティ対策とかをしていきたいので3本のこのまとめ動画っていうのがテロップがなしの音声だけとかだと結構 AI もそこまで追いついてなくて何でしょうあのアップしやすいみたいなところがあるのでこれの3本の動画のノーカット版ですねもう無,無修正でもうノーカット版っていうところなんで結構ですね長い長尺 まあ1時間以上あるるよううなな動画になるかと思うんですけどもえここら辺の3本のまとめのノーカット版というところで YouTube 対策としてアップする動画をこれもですね24日日曜日の5時に公開したいと思いますはいなのでこの3本分の動画のノーカット版っていうのが入っているというところですねなので24日ですねちょっと楽しみにしておいてください,はいえーなのでえーチャンネル登録えぜひしておいてくださいえチャンネルがですね結構ですね圧縮中というか 勝手に登録が外されてる視聴者もいるとかいないとかですね動画がおすすめに表示されなかったりとか結構ですねインプレッション YouTube 側の再生回数の圧力とかもあるっていう状況なので、えー、ちょっとですね、チャンネル登録を必須でやっていただけると良いかなと思います。なので、えー、まとめてと4月23土曜日5時、コロナの悩み、髪と金と権力、えー、4月24日日曜日5時、えー、3本の動画のノーカット版というところですね、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで、まあ、ちょっとオフトークっていうところで言うと、あとですね、直近、 4月の末、まあ、5月序巡公開とかで、元厚労省の別の中村さん以外の別の大物対談が決定しました。はい。皆さん多分結構見てると思います。テレビとかで。最近ですね、いろんなところで出ていらっしゃる、元厚労省の方なので、かなり面白い対談取れるんじゃないかなと思います。あとですね、最近の動きですね、マスク系ですね、本当にもう欧米とかだと、僕もですね、この2年間で6カ国ぐらい行ってるんですけども、も 何でしょうもうマスク着用率0%に近い国とかも結構あるんですよね、欧米とかの平均値でとっても大体5%から10%以下みたいな感じで、その中で世界中でもう孤立してるのが日本と、まあ、中国ですね、中国とかゼロコロナ対策みたいな感じにやっちゃってるので、防護服。 を着て子供があの保育園に登園するみたいなこととかもやってて中国と日本のコロナに対する対策はもう、あたおかレベルというかもうかなり腐ってるというか例えばこう日本医師会の中川さんがですねあのマスクを外す時期が日本で来るとは思わないみたいもう何なんですかこいつみたいなああのまあ永遠にマスクしてるんですかみたいななんかそういうことがあったりですねまあただ結構いろんな人まあ もうですね、いい加減マスクあの大丈夫なのみたいな発言も結構ですね、まあ、最近になってやっと見られるようになって、例えば茂木健一郎さんですね、脳科学の、えー、ツイートとかでですね、僕はマスクをするかしないかどうでもいい方で、ちょっと窮屈だけど、まあ我慢できる。でも世の中にはマスクをすること自体がきつかったり、あるいは脳の発達、ま、盛りの子供たちのようにマスク強制が甚大な影響を与える存在もある。いつまでマスクやっているんだよとか、このタかと思うみたいな感じで、結構ですね、皆さんの周りのインフルエンサー、 とかの中でもいつまでやってんのみたいな。そういう状況があるかと思うんですね。なのでちょっとここら辺も何でしょう？日本人ってやっぱ誰？誰 誰かの目みたいなところがあると思うのでやっぱりですねもう何でしょう皆さんの行動で示すみたいなところが必要なのかなと思いますはいちょっとこれ以上言うとあのマスク系で結構動画23本削除されてたりするんであんまり突っ込んで言うとまた削除されちゃうんで言えないんですけどもうそういう世界的に見ても終わってる状況に日本があるっていうところはですね結構考えないといけないのかなと思います はい。ということでですね、えー、明日、あさってですね、ぜひ楽しみにしておいてください。今日もありがとうございました。